おはようございます。BEMS、FEMS、リッスン EVOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。北朝鮮は、北朝鮮に脱北者が反北チラシを撒き散らすのをやめるよう警告しています。2020年6月3日午後9時9分ソウル、韓国北朝鮮の指導者の妹は、活動を続ければ最近の二国間の軍事協定を取り消すかもしれないと脱北者が国を隔てている非武装地帯にチラシを送るのをやめるように韓国に警告しました。金正恩の首席補佐官を非公式に務めている金与正は、木曜日に国営通信社系 CNA によって伝えられた声明で警告を発した。彼女は、北からの脱北者というタイトルの非常に強化された DMZ の北側に最近投棄された何千もの対北朝鮮チラシに言及していました。北朝鮮または朝鮮民主主義人民共和国は北朝鮮の正式名称です。私たちの目の前で犯されたそのような悪意のある行為が個人の自由と表現の自由を口実にして独自の道を歩むままにされている場合、韓国当局は間もなく最悪の局面に直面しなければならないと KCNA 声明は述べた。金与正は密告の結果として戦争の実際的な脅威を排除することを約束した南北軍事協定の破棄の可能性について警告した。2018年に達成された軍事協定はほとんど価値がなかったと彼女は言った。彼女はまた、ソウルがそのような行動をやめない限り、北朝鮮が海上工業プロジェクトから完全に撤退し、北の国境都市の合同連絡事務所を閉鎖することになると警告しました。KCNA の報告では、チラシの非難でどの個人も特定されなかった。しかし、元北朝鮮の外交官ともう一人の北朝鮮の脱北者が4月に韓国の総選挙で国会の議席を獲得した後に、金与正のコメントはされました。金与正は、過去2年間で兄の周りで最も目立つ存在でした。彼女は与党労働者党の強力な中央委員会の副委員長として正式に務めています。以上です。ありがとうございました。リッスン EVOA でした。